カスパーシュマイケルは、デンマーク出身のサッカー選手。プレミアリーグ、レスターシティ FC 所属。ポジションは GK。デンマーク代表。元デンマーク代表 GK のピーターシュマイケルはジップ。父、ピーターが、スポルティング CP に所属していた2000年、ポルトガルの GD エストリルプライアでキャリアをスタート。2002年、父、ピーターのイングランド復帰と同時に、 マンチェスターシティ FC のユース移籍。トップチーム昇格後は、カブリーグへのレンタル移籍を繰り返していたが、2007から08シーズン開幕前に、聖ケイ・アンドレアスイサクソンと、控え GK ジョーハートが共に怪我で離脱したため、開幕戦のウエストハムユナイテッド FC で、スタメン出場を果たし、0から2の完封で抑えスベェン・ゴラン・エリクソン監督の、 期待に応える活躍を見せた。開幕後も、一時期は、政治系の座を掴んだが、その後、ジョーハートにポジションを奪われた。カーディフシティ FC、コベントリーシティ FC へのレンタル移籍を経て2009年8月、エリクソンが監督に就任した、フットボールリーグ2のノッツカウンティー移籍。翌2010年7月には、チャンピオンシップ所属のリーズユナイテッド AFC に2年契約で、 移籍した。2011年夏、チャンピオンシップ所属のレスターシティ FC に移籍し、レギュラーに定着。2013から14シーズンに優勝して、プレミアリーグに昇格。2014から15シーズンは、プレミアリーグ残留に貢献すると、翌年の2015から16シーズンには、クラブ史上初の優勝に貢献。同シーズンのデンマーク年間最優秀選手賞も受賞した。 2016から17シーズン、チャンピオンズリーグ決勝トーナメントのセビージャ戦、ファーストレグでは、マンオブザマッチに選ばれた。ファーストレグ、セカンドレグ、いずれの試合でも相手のシュートを再三防ぎ、さらに相手の PK を止める活躍を見せ、チームのベスト8進出に貢献した、また同シーズンは、チームのプレミアリーグ残留に貢献、レスターチーム内の最優秀選手賞。 選手が選ぶ最優秀選手に選ばれた。2018から19シーズン中には、レスターでの300試合出場を達成した。2018年8月31日、新たに2023年までとなる5年の契約に署名した。2019から20シーズン、10月25日に行われた第10節サウサンプトン戦にて9-0のプレミアリーグ最多得点での勝利し、 父ピーターがマンチェスターユナイテッド時代の1995年3月、イップスウィッチ戦で9-0と勝利した最多得点記録の試合と並び、親子2世代でプレミアリーグ最多得点試合で GK としてプレーしたこととなった。リーグ戦全試合にフル出場し、リーグ第3位となるクリーンシート13試合を記録、UEFA ヨーロッパリーグ出場権獲得に貢献した。 2020から21シーズン5月15日に行われた FA カップ決勝チェルシー戦では2度の決定機を高セーブで防ぐなどの活躍を見せ、レスターの50年ぶりとなる FA カップ優勝に貢献した。2021から22シーズン引退を表明したウェズ・モーガンに代わり、新たにチームの新首相として任命された。年代別のデンマーク代表にも招集された経験が、 ある。2012年5月26日に行われたブラジル戦で負傷したトーマス精錬戦が回復のメドが立たないため同月29日に UEFA ユーロ二2 0 1 2のエントリーメンバーに代替招集された。2013年2月16日に行われたマケドニア代表との親善試合で先発出場し代表デビューを果たした。二千十六年六月には キリンカップに招聘され、来日を果たしている。2018FIFA ワールドカップでは、グループリーグ全3試合で、先発試行セーブを見せ、決勝トーナメント1回戦のクロアチア戦では1の1で迎えた、延長後半終了間際に、ルカモドリッチの PK をストップ。PK 戦でも、クロアチアの PK2 本をストップしたが、デンマーク側3人が PK を止められ、デンマークは、 ワールドカップで1998年以来のベスト8入りを逃した。この試合のマムにはシュマイケルが選ばれた。2021年 UEFA ユーロ2020チームの準決勝進出の立役者の一人となり、準決勝のイングランド戦では数度の構セーブを見せたが延長戦の末に敗れ、チームは1992年以来の決勝進出はできなかった。ありがとうございます。